手札大喜利。うわ大喜利。さあ大喜利しましょう。何、うわ大喜利をやる。そう、大喜利するんですけど、まず、うん、大喜利ってお題が出されてから、うん、それに沿ったね面白い回答を考えて出すと、うんうん、はいうことです。今回、うん、先に回答を書きました。すごい、はい、これお題を知らずにね。お題全く知らないです。はい、書きました。だから大喜利の回答になりそうなことを、うん、そうね、それぞれ書いて10枚、ね、お題後から出るんで、うん、そのお題に沿ったなんか10枚あるんで、うん、このしっくりくるやつをね、うん、出して、はい、一番面白かった人。うわそんな成立する。お題によっては誰もないかもしれない。誰もない、あるあるある。意味通るのか、意味そう、これも全く分かんない。不条理系というか、このシュールな感じでしかいけない可能性あるよ。書いてる時もめっちゃ怖くなかった。怖かった、分かんないね。当てのない旅してるみたいな感じで、面白全問答みたいなそうそうそう、何書いてんだろうな。怖かったね、マーダーミステリーみたいにさ。使ったのはもう破棄するという感じですか。もう一回使える。あ、うん、使ってもいいんじゃない。あ、そうなんですね。ぴったしのがあれば、はい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 、判定はここで5人がもう指差しで、一番面白い人は誰。なるほど。なので、はい、ちょっとね実験的なんですけど、はい、やっていこう。しゃ、じゃあ1台目、はい、ちょっと本当知らないんで、じゃあいただいていいですか。はい、あ、大喜利のお題を考えてもらったんでね。考えてもらったんで、電気鉢に考えてもらいました、ね、はい、ありがとう、電気鉢。ありがとうございます、うん、電気鉢さん、ありがとうございます。電気鉢、ありがとう、ありがとう、言っとかないとね、うん、お題がある。そう、怖い怖い。お題はこちら。なんだ、うん、お、病院が騒然となった。お、やばいやばい。なるほど。あ、これでも割と何でも、何でもいいね。これはなんかあったかな。電気鉢ありがとうかもしれない。 ある気がするな。いや、あるか、これあるか。意外と何でもいける。やばいなこれ。これだわ。これさ、何でもまあいけるっちゃいけるかも。逆に次のお題のこととか考えてさ、うん、そうだよ、そうそう、あんま強いの今出したら、そうそう、使えなくなりますよ。ぴったり来るのが出るといいね。むずいな、何個かはあるけど、はいはい、まあこれかな。これしかなかった、はい、でちょっとじゃあ挙手制でいこうか今回、はい、いくか、はい、やっぱこう大喜利のチャンピオンがいるから。確かにそうだそうだ、彼大喜利のチャンピオンです、はいはい、ですよ。頼む頼む、そういうのほんとよくない。大喜利先生ですから、本当に。大喜利で、はい、趣味だな。じゃあ病院が騒然となったヤバい赤ちゃんの産声とは、うん、これ何の時間。あー綺麗。あーとか言っちゃった。あ、いいじゃん。それ成立したかな。いい、素晴らしい。いいね。じゃあ俺が、じゃあ私が読もうかな、はい、病院が騒然となったヤバい赤ちゃんの産声とは、落ち葉です。あー言葉だ、言葉だ。何この回答。そういうのあるよね。いや、なんかあるかな。そういうのあるよね。何書いてんだろうと思いながら、はい、いや、むずい。じゃあ僕行きます。はい、はい、じゃあお願いします。病院が騒然となったヤバい赤ちゃんの産声とは、うん、こんにちは、ガーリックジュニアと申します。あすごい。赤ちゃんだし、これすごい、いいですね、これすごい、こうね、でも知らなくて書いたんですよ。そう、でもなんかだってジュニアだしね、知らない状態から、ガーリックから生まれたというか、ね、これドラゴンボール Z の映画版の前日なんてことですよね。これもなかなか使いどころないですよね。よくね。じゃあ、はいはいはい、はい、病院が騒然となったヤバい赤ちゃんの産声とは、ボカロピー。ああいいじゃん、いいですね、いいじゃん、これぐらいしかなかったです。ミキティみたいに、これしかなかったです。なるんでしょうね、将来ね。そうですね。あすごい逸材。じゃあ最後に書きます。はい、はい、病院が騒然となったヤバい赤ちゃんの産声とは、これで全額関西や、おめでとう。すごい、産声で関西。ああいい、それが生産された親にね。あでもいいよ、ね、今日もいいじゃん。なるほど、結構思ってたより、え、結構ちゃんとまあ、ね、一応大喜利になってるね。出してたよりは、ね、お題が良かったのかもしれない。今後厳しいかもしれない。お題聞いてからこれ書きましたって言われても、まあまあまあ、まあ、確かに、ね、確かにこれは割と成立した。でも結構もう決まったかも、1位、うん、あ本当に、うん、じゃあもうせーので指さす、はい、せーの、せーの指さす、はい、そう、せーの、お
え、誰が何票？原宿さん3票。ガーリックジュニアだ。いやーすごい。ありがとうございます。なんかいいですね。やっぱジュニア入ってると、ね、なるほどね。締まるよ、ね。確かに、ね。で、ちゃんとね、いいこの鍵括弧も入ってさ、喋、うん、ってる。確かにね。そう。すごいよこれ。綺麗。なんかでも自分で、あの正解を出したって感じが全く。前もって書いたからね。確かに手応えはもうそう。手応えはない。手応えを感じないけど、まあありがとうございます。素晴らしい。1ポイント。はい。もうどんどん行こう、どんどん行こう。あ、なるほど。こういう感じね。まあ、これで分かったでしょう。こういうことね。こういうことね。はいはいはい。怖っ。いや、確かに手応えないかもな、なんか。ね、まあ。今の自分が受けてる感じしないよね。負けても悔しくない分、勝ってる。あるある嬉しくない続いてあ、はい、ありがとうありがとう行きますはい、はい、初心うわーこれがあるのすごいすごいうわーマジかよ何でこと赤ちゃんこれ猿の赤ちゃんシワすごいえあるかな赤ちゃんかちょっと写真で一言を想定してなかったマジかよでもあるよねこうよくあるお題ではあるか確かに裏切られたあーもうこれしかないかもういうじゃあはいはい、はい、写真で一言え毒が効かないあーおー言ってそうすごいすごいちょっと足したねええっていうちょっと確かに演技ここは演技の幅です、まあ、演技がまあそれはそれは演技の幅を持たせます余韻というギリ OK ーありがとうございますはい恐れさん写真で一言ゲスの極み乙女のリーダー川谷絵音違う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 違あでもいいじゃんいいじゃんいや耳でかいそこでこんなでかいそこでじゃあ僕いきますはい、はいはい、じゃあ写真で一言ヨッピーさんもうやめてください何それもさ用意してくるなっていやもうやめてくださいって何が起きてるのそれを入れた時点でもう負けだわそれはダメよダメなんだヨッピーさんやめてくださいと思ってるの最近多いなヨッピーの話いやいいだろじゃあもういっちゃいますはい、はい、じゃあ原宿さん、うん、写真で一言さくらんぼブービーあれカジ君じゃないあ懐かしいけど懐かしいけど今みんなわかるさくらんぼブービーさくらんぼブービーちょっと写真で一言想定してなかったこれ想定しなかったねいやでもよくあるっちゃよくあんのよこれ確かに予想はできたかも全部嬉しかと思ってたそう必ずあるよねまずありますかじゃあ永田くんの写真で一言えここにあるとはまさかここにあるとは駅の看板見てる感じだねいいここにっていうところにそうだなお票はい、出してねはい、はい、せーのいや、駅だね。ね。お、駅だった。やったべ。全然なんか嬉しくない。ないよね。そうか。なんか滑った時のリスクしかないよね。いや、そうよ。喜びがない。一文字だけの回答を入れてくっていうのはありかもしれない。確かにね。確かに。幅が、幅が、幅あるやつも入れていかないと。幅が使えるから。はいはいはい。いきます。うん。え？恐山のモーニングルーティン起きる顔を洗うその次もこれはすごいこういうのもありあいい私に不利じゃないこれは正解が入ってるんじゃない恐山が言うのはちょっとこれじゃあ言った方がいいかな中田さん恐山のモーニングルーティン、うん、起きる顔を洗う、うん、仏像を撮るいい綺麗綺麗綺麗だねルーティーンなんだ確かにじゃあ僕言っていいですか、はい、またね恐れ山のモーニングルーティーン、うん、起きる顔を洗う調味料も万引きする悪いなどっちも盗む盗むデッキ盗むデッキ重さ全然違うはいます加藤さんはい恐れ山のモーニングルーティーン起きる、うん、顔を洗うこちらを見ながら大量の水を飲むのをやめない。おーすごい。あー面白い。ルーティンっぽい。左右ね。こちらを見ながら。はい。じゃあ私。原宿さん。恐れ山のモーニングルーティーン。うん。起きる。顔を洗う。二言目には肩に誘ってくる。重いボードゲームだなぁ。朝やるもんじゃない。昼いや、昼過ぎになるよ。時間かかるよ。3時頃になっちゃう。そうそうそう。じゃあ私、本人。本人。そう、正解だこれ。そうだ。恐山のモーニングルーティーン、うん起きる、顔を洗う、
フリスクを通販で買って今日届かねえだろ、まあ、1個ずつ買って1個ずつ買う、昨日のが届いた、昨日のが届いたすごいな。じゃあ、はい、いいですか、はい、どうしようかな、決めた、はい、せーの、原宿さん、よし、なんかいいですね、この朝にこの重いのをやるっていう、確かにね、面白い、やった、うん、これ優勝に向けて全然やったーって感じじゃない今ポイントで、今ポイントでどうなってるの、分からん、それもこれはね、それも分からつまむから、ね、それも覚えてないんだけど、ポイントもいきます、はい、おアルファがツイッターでつぶやいたら ORT01 アルファが何を書いた、これは何を書いた、よっぽどのことを書いてないとおかしいよこれ確かに、こんなのあるかな、じゃあ私からお話しいただきます、原宿さん、はい、はい、アルファがツイッターでつぶやいたら、うん、0RT0 いいねでした、何を書いた、こんにちは、ガーリックジュニア、やめろっつったのこれに頼ったらもうこれ何でもいけるぞこれ何でもいけるジョーカーなわけないだろこれが、まあ、これ何でもいけるぞ、アルファはこんにちはと言うけど、確かにこれ入れといた方がいいです皆さんいやでもよく考えたらこれをやることでカード余らせてるあ後半の手札を、ね、確かにここ捨てに行ってるな、これ1枚これは持っといた方がいいな、僕行こうかな、はいはい、アルファがツイッターでつぶやいたら 0RT0 いいねでした、何を書いた、チンポ2位じゃダメなんとくかそれは受けるのか、受けちゃうこんなことを書かない、こういうこと書かないから、受け聞いちゃう、フリーハンドで書いてるっていうおかしいじゃあいいかな、はい、恐れさん、はい、アルファがツイッターでつぶやいたら 0RT0 いいねでした、何を書いた、入試で金棒を作りました。受けるだろ、受けそう、受けそう。俺は受けちゃうよ。作りそう。作りそうで。まだ貯めてそうだ、昔の入試、ね。これを地面の上とか屋根の上に乗っけといたら、いい、もう一本がね。これいいじゃん。ね、節分の、節分の人が、ね。いや、いいと思うけどな。俺は受けちゃう。キモくて受けなかったんでしょう、ね、あ、なるほど、ね。あまりにも。じゃあ、お願いします。じゃあ、永田さん。うん。アルファがツイッターでつぶやいたら、0RT0 いいねでした。何を書いた、グラタンそうなの、お買い物メモかと思って誤爆しちゃうみたいな、私でもこれいいねするな、いいねは恐れさん、こういう時いいねすんだよね、お気に入ってる系ね、そうそう、僕がなんかこう普通のことつぶやくていいですね、あこれかな、うんうん、はい、アルファがツイッターでつぶやいたら 0RT0 いいねでした、何を書いた、僕が最近お気に入りの音楽これですってスマホの写真アップするんですけど、うんうんはい、全部違法ダウンロードしたあーめちゃめちゃ RT されてる確かにちょっとこれ解釈の幅を確かにな、ディクシット状態絵にすることで何とでもそういうことになるほどね、幅を出してじゃあ投票しますか、うんはい、せーのん、あ、いや、チンポーじゃん、チンポーおいまだ2票だからかなりこの混戦した今あまりにひどすぎる、もうそろそろ入れたくなくなってくるよねじゃあじゃあ続いていきましょう、はいはい、こちら、うん、私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください、あー、こういうのあるね、ベタモンですね、これね、あー、いけない個人個人の話になる、あ、でもみんなもう出しちゃったやつがもうだいぶ、そうね、歌だと思ってみんな書いてないやつよ ね、 多分ね、やっぱ天丼はしたくないね、あ、そうだそうだ、手札で手札で手札で手札大ギリストとしては急なプライドが生まれた、プレイリストみたいな、俺だいぶガーリックジュニアで圧縮できてるからまだまだね、手持ち多い余したら損ですから、ね、カード余したら、はい、あ、じゃあ永田さん、はい、私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください、ひっしゃげるくらい臭いすごい、うんこの話かな、これは、あと何かは言わないけど、確かに何かは言わないけど、次のターン来る、はい、じゃあ僕行きます、佐藤、はい、さん、私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください、僕が鼻くそ泥棒でしゅよ何書いてんのさっきから色が悪いな、何の時にこれを出そうと思って
はい。はい、アルワ君、はい。私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください。エレキギターを発明。そう。そう。バカではない。頭良すぎる。嘘でしょ。嘘。大嘘です。大嘘される嘘。なるほどね。じゃあ行こうかな。はい。はい。さん。はい。私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください。大丈夫みんなにもあるブツブツですよ。怖い。あ、いいね。原宿さん、はい、これはもうね、あのセリフから始まるパターンの歌ですね。なるほど。あ、そうなんですね、うん、私立バカすぎ小学校の校歌の歌い出しを歌ってください。はい、まず前奏が、うん、てん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 てー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 、先生、うんちが硬すぎてケツの皮膚が洞窟みたいになってます。戦争いる。何何無理なんで、前からセリフから入って、ああ次からもみたいな。なおさら前奏いらん。サンボマスターみたいな。一番の優等生が言うんでしょ。ああ、代表主席、主席がこれを言う。白い楽団言わせてもらう。それ言えるとはすごいよってね。はいはいはい、じゃあ刺しますか。はいはい、はい、せーの。あ、え、めっちゃ割れて、あれあれアルファ2、僕2、割れた。あ、じゃあ鼻くそ。あ、違うか。いや、違う。あ、原宿さん、原宿さんだよね。原宿さんで、じゃあ2票。あー、あ、鼻くそ泥棒。やっぱね、鼻くそ泥棒強いよ。まあ、バカって。じゃあ、いきます。はい、バフンのキャッチコピーを教えてください。うわー、あー、ちょっとだから、お題ひどくね、さっきから。これあるか。あー、今使っちゃったな、俺。使っちゃったよ。確かに。これじゃん。そうだ。いや、いいですよ、別に。あー、すごい、ぴったり。うわー、すごい、ぴったり。ダメ、これ出しちゃいましょう。じゃあ、行こうかな。はい、おさらさん、はい、バフンのキャッチコピーを教えてください。こういったケースも散見されます。あー、めっちゃいいじゃん、なんか。すごい。こういう回答するやつだよなぁ。それさんって。確かに確かに。行こうかな。はい、バトーさん。バトーさん。じゃあ、バフンのキャッチコピーを教えてください。おせち。あー、いい。いいじゃん、いいじゃん。そうね。いい、いい。いいじゃん。じゃあもう行っちゃいますね。はい。原宿さん。バフンのキャッチコピーを教えてください。はい。強めの目玉に。ああ、いいね。ああ、いいじゃん。いいですね。いいです。中田くん行く？もう、うん、もうごめん、無理だ俺。どうした？まさか。つらんとこうと思ったけど。ああ、はい、確かにね。バフンのキャッチコピーを教えてください。エッキ。違うだろ。違うだろ。なんもない。いや、もうね、この辺はしょうがないかも。出すしかないんだ、このゲームは。じゃあ、お願いします。はい、じゃあ、バフンのキャッチコピーを教えてください。ニンテンドーアンチ。違う。違う。全然違う。思想が違う。絶対違う。俺は違う。なんでこれ入れてる。じゃあ、投票しますか。はい。せーの。うん。おせち。おせち。おせち。あ、やった。これ単語強いんだ。単語だったなー。単語はね、どっかで。いきますよ。はい。はい。うん。この人にあだ名をつけてくれ。おー、あだ名ね。うわー、ニンテンドーアンチにしときゃよかった。そう。確かに。そう、ニンテンドーアンチっぽい。ニンテンドーアンチにしときゃよかった。ニンテンドーアンチじゃん。ニンテンドーアンチっぽい。これか。まあもうないな、しょうがない。しょうがない。これしかないわ。はい。はい、じゃあアルファさん。はい。この人にあだ名をつけてください。はい。死刑囚。かわいいじゃん。めっちゃいいじゃん。バキに。あるわ。スペックだ。スペック。はい。どんどん行こう。はい。はい。じゃあ、ラジオクさん。この人にあだ名をつけてください。はい。戯れに豚を殺したことから、トトンと呼ばれる。お、すごい。すごい。呼ばれてるやつだ。すごい。呼ばれているんだ。一応、それっぽい感じにはなった。あ、ヤマさん。この人にあだ名をつけてください。しゃげるくらいです。それをここでかぶせる。キャッチコピーだ、それ。ずれてる、ずれてる。いやじゃあ行こう。はい、加藤さん。はい。この人にあだ名をつけてください。僕のおじが捨てたフィリップ・モリス3ミリの吸い殻を大事に大事にジップロックへしまう薬味。薬味つけた。そりゃあだ名があるわけないじゃん。長いし。はい。はい、じゃあ行こうかな。それさん、この人にあだ名をつけてあげてください。チョキの指が140度ぐらい開く。おぉ、すごい。開く、こうぶつけたら開くパンってなるよね。開くくん、開くくん、開くくんね。まあこれはでも、あ、むずいな、どっちだろうな。まあまあまあ、はい、
せーの。あ、お、死刑囚。死刑囚。死刑囚かな。あざーす。もう無理だ。もう無理か。もうきついわ、これ。限界来たよ、もう。はい。はい。じゃあ、いきますよ。はい。いやー、なに気が狂った相田みつおが書いた詩とは。最後に三つ折ってつけていいことにします。あ、それから、ね、あ、確かにそれぐらいはいい、それぐらいはいい、それぐらいにしましょうか、それぐらいはいい、はい、じゃあ行こう。はい、はい、お疲れさん、気が狂った相田みつおが書いた詩とは、小動物たちが集まってくるがみんな目が赤く光っている。気が狂ってる。あー、急にそういうことが気出したら、これはすごいな。いいじゃん、いいじゃん、はい。じゃあ、アルバ君、はい、気が狂った相田みつおが書いた詩とは、もう短くね、記憶にいたずらする。怖っ。あー、面白い。なんか、つかみがあるね。いい、トイレに行かなくてほしいね。記憶が痛い。記憶にいたずらする。めっちゃいいじゃん。はい、じゃあ行こうかな。はい、はい、うん、お願いします。加藤さん、うん、気が狂った相田みつおが書いた詩とは、世界の子供たちが地球で輪になって手をつないでいるイラストだが、指を絡ませた恋人つなぎになっている。何それ、それが死。狂い方の方向が。いや、いや、はい、いいですか。原宿さん、はい、気が狂った相田みつおが書いた詩、はい、注意してもずっとホバークラフトで来る。みつお。面白い。注意してる。注意してきたんだね。でけえし、うるさいからね。そんなこと死にすんの。いちいち。はい、じゃあ、ブルースさんね。はい。気が狂った相田みつおが書いた詩とは、ベッドの下に斧を持ったサンボマスターが書く。これはもう。全員。全員。そういうシーンあるよね、PV でね。怖っ。これは意外となんでもいけるかも。いけたかもね。お題が良かったね。すごい。はい。これ難しいね。いいですか？はい。せーの。お、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 原宿2票、アルファ2票。じゃあ、これは 0.5? 0.5 で。0.5 ですね。ありがとうございます。いいな。記憶にいたずらする。ちょっといいんちょっといいですね。もう残ってんの1個だ。うわーもう。うわもう。決め打ちで出すか。いや、さすがに、さすがによ。え、これラストよね。ラスト、はい、はい、さあ、行きましょう、はい、50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった長田が出ていることが、僕いけるかも、全部使えるかも、すごいよ、これ。私ダメだ、これ。使えるのあった、全部使える。じゃあ、行こうかな。はい、じゃあ、はい、加藤さん、うん、50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった長田が叫んでいることとは、さくらたすのエロ画像希望なんだよ、バカ野郎。たけしたけしでね、さとしでたけし、たけしでやる。50年後に通じると思うな、すべてが通じなくなった。これだ、いやー全然、はい、あ、恐れた。50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった永田が叫んでいることとは、大丈夫、みんなにもあるブツブツですよ。ですよーってやつ。安心して、まあ、子供たちを安心させようと。できてるかもしれない。まあね、おじいさんの知恵ですから、これ次の世代のために、ね。はい、はい、アルバ君、50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった永田が叫んでいることとは、調味料も万引きする。すするすするみたいな。すするみたいな。万引きするおじいさん。じゃあ原宿さん行きますか、はいはい、もう行くしかないね。50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった永田が叫んでいることとは、はい、こんにちは、ガーリックジュニアと申します。引き出されたね。引き出されたわ。まあ急に思う今日のこと。確かに、ね、こんだけ言われたら、ね、引き出されたわ。はい、じゃあ最後ね、正解です、これは。そうよ、50年後のおもころチャンネルでおじいさんになった永田が叫んでいることとは、スパイダーソリティアの名人しかいない。何が企画、これ。何企画、すごい企画。すごい企画。あ、しかいないっていう、っていう、みんなソリティアの名人になっている時、スパイダーソリティアのメンバーいないのかなっていう、もう2人ぶちいじりになって。これはすごいね。すごい状況、悲しいかもな。すごいな、これ。じゃあ行きましょう。はい、せーの。そうですね。お、うん、長田くん3票。はいはい、俺だわ、うん、ちょっと
難しかったですね。ちょっとこの動画見直そう、ね、戦い方も次回はちょっとトレードもあり、あ、人の回答の方が面白かったね。シャッフルとか魔法カード、あー隣に一枚渡すとか、強奪っていうもの、山札から引ける、裏返しから一枚渡す、墓地から墓地から墓地から正解。めっちゃいい使者蘇生、あんまり使い回しをさできないようにして、ね、使い回せるのはちょっと特殊カードとかそういう風にしていって、そう、ね、こっちの方が運動的なルールも入れてカードゲームにしていこう。特殊カードゲームこれでやっぱ対戦してこう、YouTuber と自分たちで作ったゲームで、あっちゃんがあれですごい対戦してる、あっちゃん確かにこれ高額取引されるんじゃん、キラ確かにこれは強すぎる、ブラックロータスみたいな、ブラックロータスね、だんだん値上がりしてくるというわけなんでね、はい、皆さんもぜひやってみてくださいやってみてください、難しい、ありがとう、チャンネル登録してね、お願いします。疲れた私ね、うん、もしかしてと思って絵だけのやつを用意してて、絵も便利じゃん、使えなかったんですよ、うん、いや使うとこなかったこれ、うん、ブーバーの自撮りなの自撮りなのそれ、あ面白い、ハマったらこれを使う場所さえあれば、確かにこれだってさ事前にだからこそ書けるよね時間かけてね、そうそうそう、この場では書けないから、ね、面白いね、これ、気づいたらカメラロールに入っていたりそうだなあいつ、ね、お題が出たら送られてきたとかね、そう確かに LINE でとかね。